ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、昭和24年オール読み物に掲載されました、野村鼓童作銭形平次捕物控えより、三つの詩。それでは本文をどうぞ。三つの詩発端編第一章。おはようす、親分。あんだ、八か。今日あたりはおめえの底辺が舞い込みそうな陽気だと思ったよ。ほう、妙になまったけえのはただごとじゃねえ。庭木戸の上から覗く八五郎の長い顎を見つけて、平次は座ったまま声をかけました。松が取れたばかりのある日。地震と間違えちゃいけません。本郷一丁目の浅井源流、親分もご存知でしょう。流行り医者だな。ちょいっといい男の坊主頭で、木八丈に黒ちりめんがよく似合う。そのいい男の本堂のうちで、評判娘のお玉というのが殺されたんで。殺された？背中を脇差しで一突き。自分の手じゃあのゲートはできません。よし、行ってみよう。平次はすぐ飛び出しました。本郷一丁目は政子帳簿の喜三郎の縄張りですが、若くて力押しの喜三郎に任せておくにしては、事件があまりにも重大らしい予感があったのです。親分はあの医者の手にかかったことがありますか？みちみち八五郎は平次に話しかけました。ありがてえことにろくな風邪もしかねえよ。もっとも万一患ったとしても、俺は流行り医者は綺麗だよ。親父の源流はキザだが、殺された娘は評判者でしたよ。気軽で愛嬌があって色っぽくって。16や7で色っぽい娘も好きになれねえよ。もっとも殺されたとあっちゃかえそうだが。そんな話をしているうちに、二人は本郷一丁目の浅井源流の裏口から内玄関にかかっておりました。その頃の浅井源流は全く日の出の勢いの流行り医者で、一階の町医者ながら近く上様のお脈も取ることになったという噂も立っております。言うまでもなく、召されて将軍の脈を取るのは町医者の最上の栄誉で、御殿医は表向き民間の診療ができなかったのですから、浅井源流はまさに明政復帰ともに兼ね備わった教輪の副人とも言えるのでした。先代は浅井源作といって、これも江戸中に聞こえた名医でした。少しく変人で名声を好まず、本郷一丁目に堂々たる大玄関を張りながら、貧乏人相手に一生を過ごしたと言ってもいい人です。今の源流はその婿養子で、先代に勝ると言われた人気でした。少なくとも男っぷりも弁行も、養父の源作の粗野で見解なのとは比較にならぬほどの文化人だったのです。おや、銭形のとんだご苦労だったね。今度は親分の知恵を拝借するほどのこともなさそうだぜ。弟子人のあたりはついたつもりだ。政子帳の喜三郎は闘志満々たる顔で平次を迎えました。平次より少し年上の35、6、負けん気で練り固めた正直者といった感じの男です。そうか、そりゃいい塩梅だ。方角のため一通り見せてもらおうか。いいとも、こう来るがいい。政子帳簿の喜三郎は我が物がぼに先に立ちます。玄関の広大さに比べて中はさして住みよさそうには見られませんが、さすがに流行り医者らしく、すべての調度は贅沢でギラギラして、金がかかっている割には品の悪さを救うよしはありません。この騒ぎで家業はさすがに休み、玄関は重々しく閉ざしたままで、薄暗い廊下を少し行くと、これは親分衆とんだご苦労で。主人の浅井源流は襟巻きを取って坊主頭をなでながら近づいてきました。まだ40前後の医者としては年配の箔は足りませんが、面長の鼻の高い
歌舞伎役者のようないい男ぶりです。一人娘が殺された悲嘆のどん底にいても、人の顔さえ見れば愛嬌笑いを忘れないといった、この上もない女才なさが、腕にも名声にもかかわらず世間の一部から反感を持たれている原因でもあるでしょう。娘お玉が殺されたのは、建物の横に突き出した四畳半で、南に三尺の縁側があって、雨戸は厳重に閉まっており、両側に一軒の腰の低い格子窓。昨夜の生暖かさで若い娘らしくのぼせたものか、そこはまだ雨戸が閉めずにあったということです。娘の死骸はその窓の下に転がっていたのを、悲鳴に驚いて飛んできた母親の時代が見つけたということでした。第2章。殺された娘お玉の死体は隣の六畳に移され、母親の時代とその義理の妹で、お玉にはおばにあたるおちかが、涙ながらに死に装束の世話をしておりました。ねえ親分、悲嘆に暮れちゃいるが、二人とも大した年間でしょう。どっちも昔は吉兆の踊り子だったそうで。八五郎は廊下に立っている平次の耳にささやきます。お玉の死に顔に最後の化粧をさせて、身よげな合わせに着替えさせ、頬を撫でたり襟を直したり髪をかき上げたりしている二人の年間女。娘の死の装いに四年もなく浸りきって、悲しみの底に静まり返っていた二人の女が、世にも優れて美しいのに、銭形平次も驚きの目を見張りました。母親の時代は三十四五、もう一つ二つ年を取っているかも分かりませんが、青白く透き通った細面で、少し病的な感じではあるにしても、ローランさんの描く、いやいや、後の世の浮世絵師、北川歌麿が古今の傑作青楼十二時に写した肉の倦怠と歓喜の哀愁をしみじみとかみしめた美しい遊女のような、それは計り知られぬ魅力の持ち主でもあったのです。青い地味な合わせがよく似合って、思い出したように娘の冷たい死に顔と頬ずりする痛々しい嘆きを見せられて、平次は一歩部屋の中に入った足を止めたほどでした。その妹のおちか、これは下流の社会のいわゆる妹で、時代と血のつながりがあるわけではありません。身請けをしてくれた旦那に死なれて、少しばかりの家財とともに昔の姉分の時代を頼ってこの家へ転げ込んだという女ですが、その美しさは時代に劣らず、まさに抜群でした。三十そこそこの若さのせいもあるでしょう。丸々と太った色白の愛嬌者で、時代に比べるとはるかに世俗的で、そして男好きのする世に言う娼婦型の美女でした。銭形の親分だよ。浅井源流が声をかけると、二人の女ははっと顔を上げました。分けても母親の時代の燃える目が、この高名な御用聞きのやや冷たい顔に釘付けになります。親分さん、見てください、こんなむごたらしいことをして。美女の唇は声のないおえつに歪みます。平次は黙礼して娘の死骸の前に近づき、片膝を折って一応の調べにかかりました。母親とおばの手で薄化粧をさせた娘の死に顔は十分に美しかるべきはずですが、断末魔の苦しみと驚きに歪められて、何かしら不気味なものをたたえているのです。十六というにしてはひどくませて、八五郎の言った色っぽさは完成されないまでも、愛嬌者で少し軽薄だったことは事実らしく、十分可愛らしいうちにも母親の時代のすごいほど洗練された美しさはありません。肌を押し脱がせると父親源流の手で包帯したままですが、傷は後ろからひとつき、拳上がりに真の像を刺したらしく、手元が狂って傷口がささくれているくせに、間違いもなく娘の命を奪った執拗さが容易ならぬ相手の気組みを思わせます。
お嬢さんを恨むもんでもありましたか？何？平次は悲嘆に溺れた母親の時代に尋ねました。こんな娘を恨むものがあるでしょうか。でも母親は何やら割り切れない疑いを胸に畳んでいる様子です。でも何か心当たりはあるでしょう。平次はそれを受けて型通りの問いを進めます。さあ母親時代の態度の煮え切らなさ。縁談はまだ16になったばかりですもの。時代はそう言いますが、15、6の嫁は一向珍しくなかった頃のことです。平次はしかし娘の死骸をそばに置いて大勢の前で聞くことはこの程度を超えてはならぬことを知って、八五郎にそっと目配せして、もう一度隣の部屋、娘が殺された四畳半に帰りました。第三章。四畳半は窓際半分ほど凄まじく血に汚れておりますが、それを除けば若い娘の部屋らしく小綺麗に整頓されて、タンスも鏡台もそのそばに据えた小机も、ごまごました身の回りの品にも可愛らしさがあふれます。窓の敷居は畳から一尺二寸、そのあたりが一面の血で格子から障子まで染め、刺した刃物は鞘ごと部屋の中に放り出してあったと政子町の喜三郎が説明してくれます。取り寄せてみると、どこにでもある平凡なこしらえの脇差しで、先代の浅井源作がこれを一本腰に決めて付き袖をして歩いたのを、先代が死んでからは使い手もなく何度のガラクタの中に放り込んであったというのです。十何年の歳月は半々と錆を浮かせておりますが、もともと品が確からしく、切っ先も焼き場も大して傷まず、薄く浮いた錆がかえって寝た場を合わせたように刀の滑りを止めるのに役立つかもしれません。押し入れを開けてみると、夜のものもそのまま、宵のうちの出来事でまだ床もしかなかったでしょう。下の段に積んであった小道具の中から紐のかかった手箱を出して蓋を洗ってみると、中から出てきたのは男の手紙が12本。そいつは見落とした。誰のだい？政子町の喜三郎は目を光らせて差し覗きます。恋しきお嬢様へ新録よりとあるぜ。やっぱりあの野郎だ。ゆんべもこの廊下にうろうろしていたのを見た者があるというから、あげてやろうと思ったが、ともかく下っ引きに見張らして、しばらくは勝手に泳がしてあるんだが。喜三郎の鼻はうごめきます。そいつを読ましてくださいよ親分、高額のためだ。ひょいっと出した八五郎の手を平次は勢いよく払いのけました。バカ野郎、人の色踏みなんか読んで面白がってる時じゃねえ。隣には若い娘の死骸があるんだぜ。へえ、それよりうち中の門から隣近所の噂を手一杯に集めてこい。女才もあるめえが、金棒式らしい中年者の女と見たら逃すな。かかられていますよ。あっしのうちの近所には隣のお見かけのへそのごままで勘定しているものすげえ大戸島がいましたよ。どこでそんな探索をしたと聞いたら、長姉の湯屋で毎日一緒になるんだそうで、あんなのを御用聞きにしたら銭形の親分よりすげえ腕前になりますね。無駄を言うなバカ野郎。へ、ついでにお隣の四畳半にいる女将の妹のお近さんをそーっと呼んでくれ。あの女は目が届きそうだ。やっぱりおへそのごまを読む方で。無駄を言いながらガラッパチは平時に小言を浴びせられる前に飛んでいってしまいました。入れ替わりに入ってきたお近は玄人上がりらしく、泣き濡れた顔を直して晴れやかな微笑をさえ浮かべております。お近さん、いろいろ聞きてえが。どんなことでも申し上げます。早く玉ちゃんの仇を探してください。あの子は本当にかわいそうでなりません。響きの音に応ずるようないとも爽やかな返事です。踊り子から人の妻に、それから係人にと媚びを売り慣れた三十女で、開けっぱなしな表情と人を誘い入れるような話しぶりの奥に、妙に油断のならぬものを感じさせる女です。
お玉を殺して誰が言って得をするんだ。そんなものはありゃしません。お玉を恨んでいる者は本当になかったのか。あの子はそりゃ可愛い子でしたよ。恨んでいる者なんかあるわけはないじゃありませんか。離れのご隠居様でさえなめるほど可愛がっていたんですもの。離れのご隠居？先代玄作様のお連れ合いで忠義で足の悪いお年寄りですが。大脈の新禄というのはお玉と親しかったそうじゃねえか。平次は問いを変えました。どっちも若いんですもの、無理はありませんよ。お玉の方が嫌っていたんじゃねえか。とんでもない、玉ちゃんの方が熱かったくらいで、新緑はそりゃいい男ですよ。私だって惚れ惚れするくらい。血の乾ききらない部屋で含み笑いするようなお地下です。第4章。平次はお地下を案内に大脈の新緑の部屋へ行ってみました。店の方に近い6畳、そこには書生兼内弟子で薬箱持ちを兼ねた30男の和助というのと住んでいるそうで、男臭い部屋の中は異物跡ばかりに取り乱してあり、大脈の新録は喜三郎の古文に監視されて神妙に差し控えております。25、6の酒焼きの青々とした、これは全くいい男でした。木綿物に小倉の袴をつけ、海外宿はしておりますが、浅井源流の大脈にしては身なりは至って粗末な方で、男ぶりの良さだけが異様に引き立てられるのでした。おめえは大脈の新六さんというんだね。はい。このうちには長くいるのか。3年ほどになります。ゆんべお嬢さんが殺された頃、奥の廊下でうろうろしていたそうだが、用事があったのかい。はい。夜分奥には用事がねえはずだと思うが。新六の目は何やら訴えておりますが、口を固く閉じてこの大事な疑いを言いとこうともしません。平次はこれ以上問い詰めても無駄と見たのか、庭下駄を突っかけて外へ出てみました。八五郎もどこへ行ったか姿を見せず、平次の活動が熱を帯びてくるのを見ると、野心的な喜三郎はそこにじっとしていられなくなったものか、これも前後して姿を隠してしまいました。庭はさして広くはありませんでしたが、その中にたたきの池を作って、つげの玉作りがのぞいて、青銅の鶴と亀が置いてあるといった、まことに俗衆粉粉たる懲りようです。お玉が死んでいた四畳半の外は、長い間の冬の日照りに乾いて灰をまいたようになっておりますが、誰のたしなみか美しくほうき目が入って、小鳥の足跡もついてはいず、その上の格子にも何の異常もありません。親分、あつらい向きの大戸島が見つかりましたよ。八五郎がどこかの物陰からひょいっと出てきました。どんなことを聞き出したんだ。浅井源流先生の薬箱の中から、かかりうどのお地下のへその、まだへそのごまに取りつかれているのか。しとぎきの悪いシャレだ。まあそういったようなしでで一席やるがいい。この辺で聞こう。南を受けた羽目にもたれて、平次は八五郎の報告を促しました。浅井源流先生は先代の浅井源作先生の養子だ。そら知ってる。先代は洒落た人で、貧乏人を助けた数だけでも呈したもんだが、金持ちからは存分の役礼を取ったそうで、この家を建てたほかに何千両とも知れぬ金をこしらえ、自所持ち家作持ちでも本郷の指折るというから底辺じゃありませんか。あれたちとは底辺な地形だな。先代の玄作先生が生きているうちに、内弟子の源流先生を娘の婿にして大脈に取り立てた。娘というのはお直さんといって、これは気の毒なことに百人並みの武器量。それでも夫婦仲は悪くなかったというが、先代の玄作先生が亡くなってからは血の道が高じて少し気が変になり、女房の役が務まらねえからと自分から身を引いて、母親のお市さん、弟の幸吉と三人、庭先の土蔵を離れに作り直して住んでいる。その後へ源流先生は
かねて湯島に囲っていた今のおかみの時を入れ、母親のお市、先妻のお直も承知の上で改めて女房の披露をした。その時今のおかみの連れてきたお玉は7つ、誰のこともわからねえが、顔立ちが源流先生によく似ているから、源流先生とおかみの時をは7、8年目からのかかり合いだろうと。これはへそごまの鑑定で。なんだそのへそごまというのは。隣のおかみ、亭主は四兵衛門で四十絡みのちょいっとした中婆さんだが、いやその口ときたらまるで水鉄砲のようなおしゃべりだ。それからどうした。先のおかみのお直さんは半病人で気が少し変ときてる上、母親のお市婆さんは60近くなって忠義の気味で足が不自由だ。お市婆さんの末の子、つまり亡くなった玄作先生の末っ子で、お直さんの弟の幸吉は重視になったばかり。これは母屋の方に詰めっきりで、夜間で薬をこせられる仕事から使いっ走り、奉公人のように働いている。先代の子なんだからかわいそうでもあるが、この小僧は恐ろしく威発で、いたずらっ子で手のつけようはねえ。その小僧はゆんべお玉が殺された時このうちにいたのかな。まだ酔いのうちで店で夜間を使っていたそうっすよ。離れへ帰るのは毎晩5つ過ぎになるそうで、お玉が殺されたのは4つ半でしょ。いや、その小僧を怪しいというわけじゃねえ。そんな利発な子なら何か見ているかもしれねえと思ったんだよ。第5章。平次の足は自然にその離れに向かいました。土蔵を直した間に合わせの離れといっても10年近い錆がついて、思いのほかそれは墨よげになっております。中の暗いのはなんとなく陰惨な感じを与えますが、平次と八五郎を迎えた老女のたしなみ深い明るい姿はその先入観をすっかり払いのけてくれます。銭形の親分さん、ご苦労様で。折り鏡の美しい55、56の老女は敷居際に両手をつきました。色の白いいかにも品のいい老女で、清らかな目には若さと聡明さが残っておりますが、気の毒なことに軽い忠義にやられて右足が不自由らしく、ずるりずるりと引きずって歩くのが痛々しい姿です。不自由なことはありませんか、ご隠居さん。平次の目はこの清潔な老女をいたわります。もう慣れてしまいました。10年近く通してきましたので。源流先生は大層よくしてくれます。月々の手当てももったいないほどで、娘とこの年寄りでは1両のお金が使い切れません。どうして母屋に一緒にはいねえんです。それでは娘がかわいそうでございます。気が変になったと申しても何かと見聞きしては良いことばかりはございません。それは最も至極な心遣いでした。でそのご病人は休んだきりで。かわいそうに去年あたりからは外へも出られない容体でございます。お玉さんが殺されたそうで、親分さん方に何かのご疑念が残ってはいけません。むさ苦しい姿ですが、一目ご覧くださいますように。老女はそう言って暗い土蔵の片隅に立てた2枚屏風を押しやるのです。その中には粗末ながら小綺麗な布団を敷いて中年の女が寝ております。明かりを恐れるように向こうを見つめたまま振り向こうともしませんが、青白い方から骨張った肩のあたり、この世のものとも思えぬ浅ましさが平次の感傷をそそらずにはおりません。それは死にまで講じたヒステリーの凄まじくも痛ましい姿でしょう。二人は顔を背けて逃げ出すほかはなかったのです。平次はもう一度家の外を一回りして裏木戸のところへ出てくると、木戸を境にして何やら激しく言い争っている声が聞こえます。そんなバカなことがあるのか。新六さんが下手人だなんてとんでもねえことだ。それは14、15の少し柄の小さい可愛らしい少年でした。遠州島の合わせ前だれを巻いて海外しい肩たすき、色の白さも目鼻立ちの聡明さもなんとなく離れの老女お市に似ております。あれは
お市のせがれの幸吉ですよ。十四とか五とか言うけれど、小柄だから十二三にしか見えませんね。八五郎がささやきます。何よ、この喜三郎のすることに誰が文句を言うんだ。証拠があればこそ縄を打って引っ立てるんじゃねえか。尻に卵の殻のくっついてるような小僧の指図なんか受けてたまるんか。それは政子町の喜三郎の声でした。平次と八五郎は気まずい思いをするよりはといった遠慮で慌てて建物の袖に姿を隠します。人間が卵から生まれると思ってるから親分も甘えもんだ。そんなことは本草学にもねえことだよ。なんだと。ともかくも新六さんを縛っていくと親分の仕込みがつかなくなるぜ。悪いことを言わねえからその証拠というものを言ってみねえ。おいらは縦板に水で溶いてみせるから。言ったな小僧。大吉の生意気なのが尺に触った様子で喜三郎を大人げなくも躍起となってしまったのです。その代わり言い解けなかったらおいらも一緒に縛られて行ってあげようよ。一人生け捕るよりは二人生け捕る方が手柄になるぜ。言いやがったな小僧。ゆんべお玉さんが殺された時、この男が廊下でうろうろしていたのは何のためだ。政子町の喜三郎は少しいたけだかになります。この第一問で小僧を取りひしぐつもりでしょう。第六章。ねえ政子町の親分、親分は色をしたことがあるかい。なんだとこそ。合いびきてえのを知ってるかってんだ。そんな怖え顔をするようじゃ合いびきの味は知るめえが、新六さんはいい男だから毎晩仕留めを忍んでお玉さんと合いびきしていたんだよ。驚いたろ親分。お玉さんはたった16歳、この足より2つしか年上じゃねえが、くれっから新六さんと親しくなって近頃毎晩の合いびきだよ。親は甘えから何にも知らねえが、お近さんぐらいは知ってるだろうよ。聞いてみねえ。あの人は元色町にいた人だから。喜三郎は苦い顔をしました。十四の小僧に思いもよらぬ世界を覗かされたのです。だからどう間違ったって新六さんはお玉さんを殺すわけはねえじゃねえか。先生も新六さんを可愛がってたから、ゆくゆくはお玉さんと一緒にする気だったかもしれねえし、何が不足でお玉さんを殺すんだ。お玉さんが新六に愛想づかしでもしたら何とする。喜三郎は最後の線に踏みとどまりました。昨日も店の薄暗いところでそっと手紙を渡していたよ。言ってみねえ。新六さんの氷の中にはお玉さんの余ったるい手紙が二三十本と入っているから。本当か。まだあるよ。お玉さんの傷を親分も見たことだろうが、あれは下から突き上げてるんだぜ。医者の心得がねえからそう言ってもわかるめえが、脇差しは火の像の下から入って真の像を破っているんだ。真の像をつかなきゃあんな具合に物も言わずに死ぬもんじゃねえ。喜三郎も黙ってしまいました。小僧幸吉の説明はいかにも理に積んでおります。いいか親分、お玉さんはしごきだけになって新六さんを待っていたんだ。そこへ下手人が入ってきて後ろから声をかけて油断させながらしごきの上のあたりから拳上がりについた。お玉さんより背の低いものか、でなきゃ座っていて突き上げたわけだ。座ってて突き上げると返り血を浴びて大変なことになるぜ。刀は抜いて捨てたんだから真の像を破って返り血が傷口から吹き出さねえわけはねえ。廊下でうろうろしている新六さんはみんなの前に姿を晒したが、返り血なんか一つも浴びちゃいなかったよ。嘘だと思うんなら新六さんの着物を一枚一枚調べてみねえ。こうまで切羽されると政子町の喜三郎の強引でも新六を縛ってゆく筋が立ちません。よし、おめえの言うことにも道理はある。しばらく新六の縄は許してやろう。その代わり変なことをしちゃならねえよ。逃げ隠れするとその場で縛られるものと思え。喜三郎は大下打ちをしながら新六の縄を解いてやりました。新六さん、よかったね。ありがとう幸吉さん。足はどうなることかと思ったが。大きいのと小さいのが
仲良く家の中へ入って行くのを見送って、政子町の喜三郎も忌々しそうに立ち去ってしまいました。驚いたね、親分。その後ろ姿の消えるのを合図のように、八五郎は乗り出します。利口な小僧だな。あんまりませすぎて憎らしくはあるが、あのくらいの年頃だから若え男と女の相引きを食いつくような一生懸命さで見張ってるんだね。と平次も甚だ当てられた気味です。どうかしたら下手人はあの小僧じゃねえでしょうか。木場の甲州屋の主人殺しの時、下手人の小娘が宴をかぶせられた人をみんな助けた試しもあることはありますが、いやそんなことはあるねえよ。ゆんべ陸奥藩にはあの小僧は店で薬をこしらえていた。白木橋の根かなんかを野源で刻んでいるのを2、3人の者は聞いている。そうでしょうか。野源だけ音をさせて自分は抜け出して技をするという手はありませんか。いやそれより俺は今朝庭を掃いたのが誰だか知りて。あんなことならあげられませんよ。ちょっと聞いてみましょう。かけていった八五郎は間もなく帰ってきました。庭を掃くのはいつも書生の和助の仕事ですが、今朝は二間が殺された騒ぎで手は回らず、下女のお金と隠居のお市が掃いてくれたということでした。これはしかし事件のほんの発端に過ぎません。続いて起こる第二第三の生産時の裏には、果たしてどんな謎が潜んでいるでしょうか。発展編第一章。八、さっきから勘定しているとおめえはもう7つ半もあくびをしたぜ。あくびも出ますよ。陽気はいいし御用は暇だし、銭はなしと来るだろう。銭形平次と八五郎は縁側に乗り出して春の日を浴びながら相変わらずの調子で話を運んでおりました。御用といえば本郷一丁目の浅井源流の娘を殺した下手人はどういうことになったでしょう。あれから一月も経つが一向目鼻がつかねえようだな。下手人も政子町の喜三郎も今頃はあくびでもしているだろうよ。平次は妙に諦めた口ぶりでした。一つは政子町の喜三郎の向こうを張って厄介な事件に巻き込まれる鬱陶しさが嫌だったのでしょう。江戸の空は浅葱色に訓じてかぐわしい微風が全くあくびを誘いそうな日和です。銭形平次はこんな日鵜の目鷹の目で江戸中の事件をあさって歩くような肌合いではなく、精一杯の武将を決めてタバコの煙の曲芸に浮き身をやつしながら八五郎の持ってくるよぎない事件だけを待っているのでした。その八五郎が近頃は大しけ続きで猫の子の喧嘩にもありつきませんが、この日は思わぬ人が思わぬ事件を持ち込んで平次の安入りと八五郎のあくびをいっぺんに吹き飛ばしてしまいました。政子町の喜三郎親分が。平次の女房をおしずが取り継いだのがこの事件のきっかけでした。政子町の兄貴か。まあへいつくれ、一丁目のお医者のところでまた何か厄介なことでも起こったのかい。平次はキセルを放り出して入り口に出て行きます。今度は源流先生のお上の時雄さんが殺されたんだ。すまねえがちょいっと行ってみてやってくれねえか。入り口に突っ立ったまま喜三郎の調子は火のつくようです。おそらく1ヶ月前の娘のお玉殺しがまだ拉致が開かないので、強気の喜三郎もすっかり自尊心を失ったのでしょう。なるほど、そいつは底辺だ。すぐ行ってみよう。話は歩きながら聞くとして。平次は手早く支度をして政子町の喜三郎と連れ立ちました。その後から八五郎が自分の野蔵を追っかけるような格好でほくほくとついていったことは言うまでもありません。死んだのはゆんべだが、家業が家業だから助かるものなら助けようと一晩手を尽くしたらしいよ。かなわねえとなっても
娘の変死の後で世間の評判がうるせえから何とかごまかして弔いを出そうとしたが、どっこいそうはいかねえ。あの店にいる気違いになった繊細の弟の幸吉とかいう小僧、この前にはとんだ口を出して大脈の新録を助けたが、今度は朝参りかなんかであのうちの命を通った俺のうちのお戸松の野郎に、お上の死にようが変だから親分に教えてやるがいいと耳打ちしたんだそうだ。あの小僧がね、それにも訳がありそうだよ。ところでそう聞くと放っちゃおけねえから飛んで行って嫌がる源流先生を追いのけ、お上の死刑を見るとこいつは紛れもなく毒死だ。うん、毒はなんだか素人の腰とらには分からねえが、顔から胸へまだらになって舌は真っ黒。あんな薬が源流先生の薬籠の中にはねえとは言えめえ。ほや、そういううちに一丁目だ。もう一度嫌な顔をされるか。喜三郎と平次と八五郎は裏へ回って御勝手口から浅井源流の家へ入りました。奥の一間にはお上の時代の死骸を見張って喜三郎の子分の音松が肩肘張って頑張っております。それは主人の源流夫妻の寝部屋らしく、かなり贅を極めたものですが、平次が気がついたのはそんな矢具や調度の豪勢さよりも部屋全体の空気がなんとなく生めかしく、お食女郎の本部屋といった癒しさと物々しさと、そして色っぽさがあることでした。お上の時代の死体は巧みに始末して床の上に寝かしてありましたが、顔へかけた晒しを取ってたった一目で平次はその死に様の尋常でないことを知ったのです。時代はかつて踊り子として相当の共鳴があり、34、5の大戸島には違いありませんが、乳母桜などという形容詞が気の毒なほどの若々しさと、そして不思議な美しさを持った女でした。それは青白い美しさで肉の大敗を思わせるものであったにしても、十分に異性の注意を引く魅力があり、その若かりし半生の生活がどんなに不道徳で、そして病的なものであったかは、その皮膚の色を見ただけでも想像にあまりあるものがありそうです。眉の跡も新鮮な青さを失って、落ちた小鼻、苦悶に歪んだ唇、目は半眼につって、生きている時の魅力が磨き抜かれ、作り出された美しさであっただけに、意志を失ったデスマスクの凄まじさは誠に例えようもありません。毒死の証拠は喜三郎が言った通り、たった一目で素人にもわかります。口の中も胸も改めて見るまでもないほどです。第二章。親分方、すまないが私のお願いも聞いていただきたい。主人の浅井源流は平次と喜三郎を別室に案内すると、折り入っての膝を進めるのでした。内緒話のために用意されたような小部屋で、同じ四畳半でも茶よりは酒にふさわしい作りは、主人の人柄も忍ばれて妙にくすぐったいものがあります。後でそれは美しいかかりうどお地下のために用意された部屋と聞いて、主人とお地下と殺されたお上の時代との間に嫌な三角関係のトラブルが醸し出されていたことに思い当たりました。お願いとおっしゃるのは？実はな、親分方、私も何とか言われて文句を張っている医者だが、続けざまに二人の変死人を出しては世間の思惑はともかく、近く上様お脈も拝見することになっているご内医に対しても相すまない。40前後のいい男、普段の微笑を忘れない流行り医者の源流が、この時ばかりはすっかりしおれきっておりました。平次と喜三郎はお互いの気を測りかねて黙って顔を見合わせました。で、
なんとかこのまま何事もなかったとして家内の弔いを出さしちゃもらえまいか。その代わり決してただとは言わない。軽症だがここに10両ずつ、これで一杯飲んで何もかも忘れたことにしてくだされば、浅井源流本当に恩に着るが、今をときめく流行り医者の浅井源流、将軍様のお脈まで見ようといういわば医者としての権勢並ぶものなき中年男が、膝から畳へ手を滑らしての懇願です。どうだい銭形の。重量に誘惑されたわけでもなかったでしょうが、喜三郎はふと断りきれない様子で平次を顧みました。お気の毒だがそいつはなりませんよ。お医者にはお医者の仕事も見識もあるように、御用聞きにはまた御用聞きの顔も務めもあります。上様お脈を拝する矢先となれば、随分口をつぐんでご検視も内々に願う術もあるでしょうが、金づくでやったとあっちゃあっしの腹が収まりません。こいつはそのまま収めてくださらなきゃ話ができねえ。平次はそう言って二つの重量包みを押し返すのでした。その頃の重量は金の目方にしてざっと40匁、容易ならぬ一身賞です。すると銭形の親分、謝っちゃいけません。世間の噂にならねえように精一杯気をつけてあげるが、調べを打ち切ることはこちとらの一両権にはいきませんよ。第一下手人を放っておいた日にはお膝元が切り捨て御免になりますぜ。お嬢さんを刺したのもお上に毒を持ったのもどうせ同じ人間の仕業でしょう。そいつが三人目を殺さねえとは一体誰が受け合ってくれるでしょう。三人、そんなことがあるだろうか親分。人でも殺そうという野郎は横着でバカに決まっていますわ。二人まで殺して一向露見しそうもねえとなると、高をくくってきっと三人目に取り掛かれます。平次の予言は猛烈で容赦がありませんでした。あわよくばことなかれ主義でごまかそうとした源流も、口をつぐんで平次の意志に引きずられるほかはありません。ここで下手人を挙げるのは十手取り縄の意地ばかりじゃありません。ねえ源流先生、あっしのお尋ねすることにいちいちお答えを願いてえもんですがどうでしょう。それはもう。では第一に、ゆんべはお上一人だけで飲むとか食うとかなすったものはありませんか。平次の問いは一発の隙間もなく、とかく逃げ腰の源流に畳みかけます。晩飯の後で家内一人でやったものというと、いつもの寝酒ぐらいのもので。寝酒？女だてらの寝酒はひどく耳障りです。ご存知の通り家内は昔勤めをしていた。恥を言わなきゃわからないが、そんなことで酒が身に染みたものか、夜床に着く前に少しばかりの寝酒といってもほんの五尺か一合だが、それをやらないと寝つけないようになっていたのだよ。それは軽度のアルコール中毒でもあったのでしょう。長く有利に暮らしたもの、酒と不眠と不節制に神経を荒らされたものには決して珍しいことではありません。で先生は。私は聖徳の下戸で酒は嫌いな方だ。そういえばそれっきりのことですが、お上の時を一人で飲む酒に猛毒を仕込んだのは言うまでもなくお勝手の事情に通じたものでなければなりません。第3章。ところであの毒は何でしょう。あっしも随分いろいろの毒酒は見ましたが、お上のようなのは初めてです。石見銀山とか鳥兜とか半妙とかいうありきたりの毒とは違ったもののようですが。さあ平次はもう一歩突っ込みます。南蛮ものの新しい毒と見ましたがどんなもんでしょう。先生のところにはあんな毒薬がなきゃならねえわけだが。浅井源流はすっかり黙ってしまいました。医者の薬局にはそんな猛毒を蓄えていることは当時の常識としては許さるべくもないことで、将軍の脈まで見ようという流行り医者にとっては容易ならぬことだったのです。
銭形の親分、毒も少し用いれば薬になり、薬もたくさん飲めば毒になるということは知っていなさるだろうな。よくそんなことも申しますが、毒も薬も考えようでは同じものだ。私の薬戸棚の中に少しは南蛮渡来の毒薬があったところで、それは別に不思議でも何でもないことだ。浅井源流の弁解は苦しそうですが、利口な人間だけに、とにもかくにも筋になります。その薬戸棚には錠前があることでしょうな。ある。鍵はどこにあります？私の部屋の手箱の中に入れてあるが、その鍵を持ち出せば誰にでも毒薬は取り出せるわけで。いや、そんなわけにはいかない。私の部屋から鍵を持ち出せるのは家内と私だけだ。すると、普段入り用の薬は百味ダンスの方に入っていて、これは誰にでも出せるが、薬戸棚の方は私の部屋の手箱から鍵を持ち出さなきゃ開けるわけにいかない。その先生の部屋へそっと入って鍵を持ち出すわけにはいかねえもんでしょうか。そっと入ると言っても、女どもは大っぴらに入っているが、お地下とか下女のお金とか。疑えば、この二人が疑えるわけですが、お地下にしてもお金にしても、そんな大それたことをやりそうもありません。ところで話は変わりますが、お内儀は若い頃勤めをしていられた頃の関わり合いで、今もってひどく恨んでいるようなものなどはなかったでしょうか。これはとんだ失礼なお尋ねですが。平次はもう一歩突っ込んだのです。いや、それは知らない。私のところへ来てもう10年にもなるが、ついそんな話は聞いたこともないくらいだ。まさか10年前の恨みを今まで持ち続けているものもなかろうと思うが。これはなるほど、夫の浅井源流の言うのが本当かもわかりません。ゆんべ来られたお客は？それもなかったはずだ。珍しく静かな晩で、急病人もなく薬取りも来ず。5つ半ごろ部屋に着いて、私はお茶を入れ、家内はいつもの寝酒をうずみ火で缶をして5尺ぐらい飲んだようであったが、急に苦しみだしておびただしく吐血した。その時のことを思い出したらしく、浅井源流はさすがに安全として眉を垂れます。しかし聞くことはもうそれでつきました。政子町の喜三郎がおぎりだけのことを2つ3つ聞いて、主人源流と別れ、第2弾の調べに入るために2人は縁側へ出てくると、親分、いろいろ面白いことを聞きましたよ。ガラッパチの八五郎が長い顎で舵を取って靴脱ぎの上に泳いでいるのです。なんで低層らしく、ちょいっとお耳を。平次と喜三郎は庭下駄を突っかけて、それでも八五郎に誘われるまま植え込みの陰、土蔵の横に首を集めました。驚くでしょう。近頃は主人の源流先生、お地下と親しくなって、お上のやきもちは底辺だったそうですよ。あの二人の女は昔の方媒には違えねえが、どうせ水商売の女かっぱで。相変わらず口が悪いな、おめえは。勘弁してくださいよ。こんな具合に話さねえと弾みがつかねえから。まあいい。それからどうした？二人はこの二月三月は口も聞かなかったそうですよ。おかみはお地下を追い出そうとしたが、お地下の方は主人の首根っこにかじりついて、手こでも動かず、あべこべにおかみを放り出そうとしていたんだというから、達者なもんでしょう。それから、デミャクの新六が一月前に殺された娘のお玉に夢中になっていたように、薬箱持ちの和助がお地下におぼし飯があるらしく、影のようにつきまとっていたというから、このうちはまるで化け物屋敷だね。男と女が目の色を変えて入り乱れていたんですね。ふん、やっけな家風だな。面白がっているのはあの小僧の幸吉ですよ。あれは重視になったばかりだが、大人のように気が回りますね。それっきりか。まあそんなことで。でも何かの足しにはあるでしょう。八五郎はまことにいい心持ちそうです。およ、
政子町の兄を。平次は辺りを見回しました。つい今しがた向こうの方へ行きましたよ。またなんか抜け駆けの巧妙でも思いついたんでしょう。そんなことが大好きな方だから。八五郎は心得たことを言ってにやりとしております。第四章。お勝手へ回ると下女のお金はせわしそうにおしまいなどをしておりました。四十二三の中年者で亭主に死に別れて二度の奉公をしているといういわゆる奉公連れのした醜い女です。ちょいっと聞きてえが。へえ、私かえ。少し相模なまりがありますが、なんとなくしたたかな感じの女でした。毎晩おかみさんの寝酒の支度は誰がするんだ。おかみさんご自分でやりなさるだよ。私やおちかさんには手もつけさせねえ。酒はどこに置いてあるんだ。戸棚ん中に灘の木一本とかを一升ずつ取り寄せて、それがざっと10日もあるかね。お金は戸棚を開けて中の白鳥を出してみせました。振ってみるとまだ少しは残っていそうですが、平次はちょっと匂いを嗅いでみたきり念入りに封をして八五郎に預けました。道具はチョコとかとっくるとか。それもおかみさんがご自身で始末なさるだが。どこにあるんだ。そのとっくりの中にはゆんべの飲み残りの酒があったはずだが。今朝はおかみさんが死んだことだし、私が始末しようと思ったらきれいに洗って流しの向こうに伏せてあったよ。あの通り。お金の刺した流しの向こうに物にもたれさせて洗ったとっくりが一本、逆さまになっているほかに赤江の直が一つ、これも洗ったまま板の上に伏せてあるではありませんか。誰がそれを洗ったんだ。お金は知ってるだろう。平次はさすがに景色ばみます。知ってるわけじゃねえだが、私が朝早くお買ってくると慌ててお買ってから飛び出したものがあるだよ。水でも飲みに来たのかと思ったら、ゆんべの騒ぎの後で奥から下げておいたとっくりとチョコがちゃんと洗って流しの向こうに伏せてあっただ。多分死んだおかみさんの思いが残ってとっくりとチョコを洗ってくだすったのかもしれねえだよ。ケロリとしてこんなことを言うお金です。この女は全くバカか利口か見当もつきません。よしよし、そのチョコととっくりを洗ったのは幽霊として、今朝おめえが来た時お買ってから飛び出したというのは誰だい。和助さんですよ。薬箱持ちの和助か。あの人は近頃どうかしているから、水で顔でも洗いに来たことだんべと思ってね。お金の言葉は相変わらず人を食っております。ところでゆんべおかみが酒のとっくりを用意してしばらくここへ置いたことだろうな。ゆんべだけじゃねえ、いつでもそうなさるだよ。晩の支度の時、白鳥から一合ぐらいの酒をとっくりに移して直を添えてこの台の上へ置いて、晩飯が済んでしばらく経って部屋へ引き取る時、自分で持って行きなさるだ。その間にお買ってくるのは。うち中の門は毎晩一度ずつは来ますだよ。先生もおかみさんもおちかさんも新六さんも和助さんも幸吉さんも、それから離れのご隠居さんも。離れのご隠居は何の用事でこのお買ってくるんだ。おさいの残りをもらいに来なさるがね。気の毒だから私は奥で召し上がった残りがあればどっさり取っておいてあげますだよ。醜くて正直で、そしてしたたかな魂を持った奉公女は妙に離れの隠居に同情を寄せている様子です。しかしこれはお金の口から引き出せる話の全部でした。この上は店の方へでも行ってみようとふと辺りを見回すと、そこには政子町の喜三郎は言うまでもなく八五郎の姿も見えません。ちょうどそれと気のついた時、店の方では
大変な騒ぎが始まったのです。野郎、神妙にしやがれ。それは八五郎の声でした。親分、私じゃありません。私は何にも知りやしません。悲鳴を上げるのは薬箱持ちの和助の様子です。平次は飛んでいきましたと出会い頭和助の襟髪をつかんだ八五郎と危うく鉢合わせしそうになって廊下の薄暗がりに立ち止まったのです。八、想像しいじゃねえか。どうしたんだ。この野郎ですよ、親分。お上に毒を持ったのは。八五郎の得意さ。私は何にも知りません。銭形の親分さん、どうぞお助けお願います。お願い。それは30前後の背の低い不景気な男でした。丈夫そうで油ぎって30過ぎまでニキビを持ち越している一人者、無口で一刻で、そのくせ気の弱そうな一種の劣等感と自分の情欲等を持て余している方の男、その怯え切った姿を平次は目の前に突きつけられたのです。何にも知らねえ者が今朝薄暗い台所に忍び込んで肝心のとっくるとチョコを洗ったのはどういうわけだ。あの中には飲み残りの毒酒が馬でも殺せるほど入っていたんだぞ。はい。八五郎はすっかりいい心持ちそうです。そんなことは知りやしません。ただ目障りだから洗ったまでで。嘘をつきやがれ。夜の明けきらねえうちに台所を覗いてとっくりやチョコを目障りにするガラかよ、おめえは。さあまっすぐに白状しろ。誰に頼まれてお上に毒を飲ませた。とんでもない親分。それは果てしもない争いでしたが、平次は黙ってその争いを見ているばかり。八五郎の手柄を褒めもせず、和助のためにも弁じてやろうともしません。親分、こいつは縄を打ったもんでしょうね。八五郎はもう自分の手柄に陶酔して、平次の返事を疑ってみようともしない様子です。八、それよりちょいっと振り返ってあれを見るがいい。平次は静かに後ろの方を指さしました。第五章。ほっ。そこには政子町の喜三郎がお地下に腰縄を打ってにやりにやりと突っ立っているではありませんか。八兄、気の毒だがお上殺しの下手人はこっちだよ。喜三郎の得意な手に縄尻がピシリとなると、何をするのさ、痛いじゃないか。なんだってこの私を縛るんだい。後で縄を解こうったって無事には解かしゃしないよ。安岡匹のくせにしやがって、畜生。お近はそういった女でした。勝ち気で強情で傲慢で色っぽくて、そして長い間泥水に浸った挙句、人を人とも思わないようなしたたかな修行が積んでいたのです。黙れ女。おめえがお上を毒害した動きの取れねえ証拠が上がってるんだ。大きなことを言いたかったらお仕置き台の上にその綺麗な首を乗っけてから存分に張り上げるがいい。喜三郎も元より負けてはいません。お上を殺した証拠、バカに押し出ない。私はいかにもあの女を殺そうと思ったよ。幾度その気になったか知りやしないが、ゆんべというゆんべ誰か知らないが先をくぐって殺してしまったんだよ。バカ、それが白状じゃねえか。殺してはおめえだ。わからない、当変僕だよ。殺そうと思ったことは幾度あったか知れないが、私がやる前に他のやつがやったのさ。弱に触るじゃないか。もう3日生きていれば間違いもなくこの私が殺してやったのに。なんというやけな口を聞くんだ。そうまで言うくらいなら何だって思い切りよく私が殺しましたと言わねえんだ。お上にはお慈悲があるぞ。ちっ、無実の罪で首を切られてお慈悲が効いて呆れる。ここにもまた再現もない争いが展開するのです。それじゃあ自分のしたことを思い出させるようにここでおさらいしてやろう。いいか。喜三郎はそれを平次に聞いてもらいたかったのでしょう。いいとも、受けたまわらじゃないか。おめえは近頃主人と年頃になってお上といがみ合っていたというじゃねえか。いがんだのはお上の時代の方だよ。
おめえはつい10日ばかり前に毒薬の入っている薬戸棚をそーっと開けて中から何万本の恐ろしい毒薬を盗み出したというじゃねえか。それを見ていた人は2人も3人もあるんだ。どうだ女、南蛮秘宝黄毒薬は七味唐辛子の代わりにはならねえぜ。お上を殺して後釜に座る気だったに違えやるめえ。それは致命的な証拠らしく見えました。畜生、大臣野郎の味噌すり新禄の告げ口だろう、覚えているがいい。でも私は毒薬は盗んだが、それを使ったわけじゃない。バカなことを言え。本当だよ、銀と紺の薬大使に包んだまま五分玉のサンゴと一緒に巾着入れておいて、悔しいがそれをどこかへ落としてしまったんだよ。それはもう5日も前のことだ。するとどうだろう、3日目に毒薬だけ抜いてサンゴ玉と小粒は元のまま、巾着を私の部屋へ格子から折り込んだやつがあるじゃないか。それはまんざらの嘘とも覚えぬ筋の通った話でした。その財布は今でも私の手文庫の中にあるし、うち中に封聴したから誰でも知っている話だよ。聞いてみるがいい。毒薬を巾着の中から盗まれた話もか。そんなことを言うもんか、バカバカしい。そんな言い訳はくれえぞ。来やがれ。お知らせの砂利をつかんでもう一度それを繰り返すんだ。お役人がまともに取ってその謎を解いたら終わり草だろう。さあ立て。喜三郎はまた縄尻を鳴らすのです。第6章。親分、政子町の親分、お待ちよ。その人は下手人なんかじゃないぜ。後ろから呼び止めたのは小僧の幸吉、主人源流の元のお上の弟のあのいたずらっ子らしい重視の少年でした。なんだ小僧、また変なことを言いやがると承知しねえぞ。おっかねえ顔をして睨んだって驚くもんか。お近さんを縛っていくと親分がとんだ恥をかかなきゃならねえから教えてるんだぜ。その訳を言ってみろ。政子町の喜三郎もさすがに無理には立ち去りかねました。小僧幸吉の利口さに引きつけられたのと、妙にその自信ありげな調子に一脈の疑惑を感じたのです。お近さんが薬戸棚を開けて毒薬を盗んだことは、和助どんも新六さんもおいらも見ていたんだ。銀紙と紺紙に包んであの戸棚の中にあるのが南蛮門の黄毒薬と、このうち中で知らない者は一人もないよ。幸吉の話の真実性に引きずられて妙にシーンとしてしまいました。お近さんと来たら横着なくせにのんきでだらしがねえんだ。物を盗むところを大勢の人に見られてもご本人は一向気がつかねえんだよ。その上毒薬を入れた巾着を落としたことも本当なら、その巾着が3日目に薬だけ抜いて返されたことも本当さ。それにこいつは一番大事なことだが、ゆんべおかみさんが寝酒の支度をしてそれを自分の部屋へ持っていくまでのざっと一時もの間、お近さんは町内の湯屋で皮がむけるほど磨いていたんだぜ。お近さんの長屋と来た日には江戸中の評判さ。そいつは本当か。喜三郎もさすがに驚きました。それを聞いている大勢の人の顔には幸吉の言葉を肯定する色がはっきりと現れているのです。誰が嘘なんかつくものか。おいらはお近さんの好きじゃないんだ。このジャラジャラしたお白い厚塗りの顔を見ると胸がムカムカするよ。でも下手人でもねえのに正気になっちゃかわいそうじゃねえか。生意気を言うな。お勝手の戸棚の白鳥の中に毒の毛があれば湯へ行く前に入れたかもしれねえが、白鳥に残った酒に毒が入っていなきゃお近さんは下手人じゃねえよ。それは実にすごいほどの少年の知恵です。喜三郎もさすがにそれを反駁する材料はありません。